マリーアンヌ・シャルロット・コルデ・ダルモンは、フランス革命においてジロンド派を擁護し、対立する、山岳派のリーダーであった、ジャンポール・マラーを暗殺した、シャルロット・コルデとして知られる、聖火三大古典詩人の一人、ピエール・コルネイユの子孫である、貧乏貴族の娘として、ノルマンディのエコルシェの、サンサチュルナン・イコールデ・イコール・リニュリで生まれたが、母と死別した13歳の時に、 カーンの修道院に入った。ジャンジャック・ルソーやボルテールなどの書物を読む、物静かな女性であったと言われ、特に、プルタルコスの大比列伝やコルネイユの著作を好んだという。やがて、革命政府により修道院が閉鎖され、シャルロットは、おばのブルトビユ・プ人のもとに身を寄せた。シャルロットは、フランス革命に夢中になったが、やがて過激に推進する。 山岳派を嫌悪し、山岳派との清掃に敗れた、ジロンド派を支持するようになる。カーンに滞在中、パリでの抗争に敗れ逃亡してきた、ジェローム・ペティオン・ドビュー・ヌーブや、シャルル・バルバルー・ラ・ジロンド派議員との接触の後、ジロンド派のために、山岳派のリーダーであった、ジャン・ポール・マラーの殺害を計画した。1793年7月9日。 おばの家からパリに単身上京して11日に到着した。7月13日、人民のために門戸を常に開いていたマラーを訪ね、彼らに対して陰謀が巡らされていると言って、そばに近づいた。皮膚病を患っていたマラーは、浴槽からそれを聞いていたが、シャルロットは隠し持っていたナイフで胸を一突きした。マラーは、助けてくれ、親愛なる友よ。と叫んで絶命した。 シャルロットはその場に居合わせた支持者らに取り押さえられて国民衛兵により現行犯逮捕された。同日中に安倍牢獄に収監され公安委員会による尋問を受けた。7月14日に国民公会は革命裁判所に調査をするように命じた。16日にコンシェルジュリーに移送された。7月17日に革命裁判所にて公判が開始された。 裁判官にアントワーヌ・フーキエタン、後にマリー・アントワネットの弁護人も務めるクロード・フランソは、ショボーラガルドが感染弁護人として弁護に当たった。陪審員による評決で死刑と決まった。後半終了後にシャルロットはコンシェル・ジュリーへ移送された。同日午後の強い太陽が照りつける中、シャルル・アンリ・サンソンに伴われて連行され、パリ市庁舎からサントナレ通りをゆっくりと、 革命広場へ進み、ギロチンによって軽視した。シャルロットは後に、フランスの詩人のアルフォンス・ドラ・マルティーヌから暗殺の天使と呼ばれた。シャルロットとサンソン、ジュリアン・ラッセル・ストーリーが、ありがとうございます。